なん <laughs> かこう、大橋的には思ってしまうようなシーンも、心を鬼にして、はい、あの。笑顔と、お手振りをお願いいたします。<laughs> キサラギたちをサポートする、逃がし屋のリーダー、エクアを演じられました、大、はい、橋さんですが。はい、結構。 エクアたちでこの作品のクールなトーンの中では割と異色な愉快な存在だと思いますがシナリオを読んだ時だったり演じられた時のお気持ち教えていい、ただけまますすと助かりますはいはい、シナリオを読ませていただいた時はやっぱり私たちって普段いろんな地域とかいろんな県にこう気軽に旅行に行ったりとか移動したりしてるんですけどそれにこう許可が必要だったりとか他の場所に行くのにもこんなに大変なんだっていうのを感じてこうすごい普段の自分の だろう旅行に行けたりすることになんかすごいありがたみを感じたなって、はい、思いましたなのでなんそんな中で懸命に生きてるその如月たちにすごいあの勇気をいただけるようなシナリオだなってあのシナリオを読んだ時は思いましたでエクアが「エスタブライフ」っていうテレビシリーズではその「逃がし屋」が主人公になっているテレビシリーズがあるんですけれどもあのそちらの時よりも なんて言うんてううだろう笑顔成分が少し少ないと言いますか女神成分と言いますかなので <laughs> なんかその部分を少しあの抑えて、はい、あのお芝居をしてくださいというふうに言われたのであのあもう少し笑顔少なくみたいな感じであのディレクションをしていただいたのをすごく覚えておりますなのでよりこう仕事人間と言いますか。あの逃がし屋はその 中立な立場でもあるので、はい、あの情けをかけすぎないと言いますか。はい、なので、サポートはしているんですけども、もうちょっと、もうちょっと助けてあげてって、なんかこう、<laughs> 大橋的には思ってしまうようなシーンもたくさんありまして、でも、ちょっと心を鬼にして、はい、あの精一杯サポートをさせていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、本当でもテレビシーズンから追いかけていただいている方にはね、エクアン登場って非常に嬉しいサプライズだと思いますので。